野球中継が延長しましたので、この時間は予定していた番組を繰り下げて放送しています。引き続き MBS ラジオをお楽しみください。あっぱれやってます。ケンドコバシです。アンガールズ山根です。アンガールズ田中です。 AKB48 柏木由紀です。竹井都です。よろしくお願いしま す。このアッパレやってますは毎週月曜日から木曜までさまざまなジャンルのメンバーが90分にあたってアッパレな内容でお届けしますということでね、トータリー選手が、残念ながら内野ゴロで終わってしまいました、すいません。ちょっと毎回この直前でカープの水曜日毎回カープ勝ってない、カープ阪神、ね、カープ対阪神戦やってカープが勝ってスタートするから、水曜日ってね本当になんかついてないのよ。だいたいドラゴンクエストもメンテナンスの日やし、これはたまたま昨日やってんけど、あそう、うん、やろうと思ったらメンテナンスしてる、終わったら終わってんのよ、今日は入れませんみたいな、あドラゴンクエスト10ですね。10まだ10やってる人いるんですか。そう最近みんな11やってるからね、人すげえ少ないけど俺だけ頑張ってやってるあの世界うろちょろしてる人、だって世界救うの俺しかおらんようになってるから全員11の方にそう行くしたからね。世界スコアンでいいのかな、みんな。どっちの世界だよ。大変、モンスターうじゃうじゃ。大変よ、本当に。増えまくって。絶対勝てないし。そう。それよりね、今日はね、はい、ちょっと柏木さんに、なんとなく会いづらい。なんですか、こういう感じなんかな、宮迫さん名前出したかんな。何がですか、なんかちょっと浮気したみたいな。この感覚。私が怒るかもしれないってことですか。いや怒りはせんと思うけど別に、やっぱりこうやって仕事してたらね、やっぱり意識の中で、まあ、無意識に近いかもしれんけど、やっぱり NGT とか、AKB とかがこうなんか出てたりしたらちょっとパッて見たりとか、ちょっと気持ち多めにしちゃうやん、こう同じ仕事してたらね、いいじゃないですか。そう、良かったのよ今日までは。今日何かがあったの。何今日何かありました。なんか気が他の方に移るような出来事があったっていうことですか。今後 NGT とか AKB で出てもチャンネル変えるかもしれんなって事件が。嘘でしょ、そう、可能性としては誰だ、誰。いやちょっと俺今更ながら今日ちょっと仕事絡みで、はい、今度公開される映画をさっきちょっと見といてくれって言われて見たのよ、はい、これ乃木坂ちゃんの映画で、はい、朝日ナグっていう映画ね、なぎなたの、これ俺もともと原作が好きでさ、まあ、それ絡みでちょっと仕事がおそらくあんねんけど、さっき見たのよ、はい、めちゃくちゃ良かったよ。へそういうことか。可愛いなあの子ら。そんなわざわざこんなラジオで言わなくて。めちゃくちゃ可愛い。世間も AKB も分かってますよ、そんなこと。AKB も可愛いじゃん。全然。全然。いや全然やめてくださいよ。可愛い。いや本当にもうねぴったりやったのよ。合ってます。七瀬丸。そう、長瀬丸。七瀬丸、西野。七瀬さんの主役の子。そう。だから原作が昔から俺好きやったからさ、そういうのって不安やん、実写化の時よくありますよね、がっかりするパターンね。完璧。完璧なことあるんですか、あのパターン。世の中に完璧あったわ。ネプチューンマンですらないって最後言うたのに。パーフェクト超人ですら。ネプチューンマンが、完璧やったよ。でこう長い物語をどうやってそんな2時間弱にするんだろうと、ああこういう手あったってぐらいの、それはアイドルがやってるから可愛くて見れてるっていうことじゃないじゃないね。アイドル映画にはやっぱ俺もいろいろとさ、名前はあげへんけどトラウマあるからさ、わけのわからんとこでな、プロモーション全開の曲入ったりとかあるやん。あります。一曲いくよみたいな、そんなエンディングだけ、エンディングテーマだけ、エンディングテーマがまたこう良かった、青春時計から乗り換えようかないぐらい。やめてください、あんなに押してください。可愛い曲やね。
俺ちょっと怖いイメージあってんけど、あの子らの曲。そうですか。うん、うん、かっこいい系の、かわいい曲やった。見たい。見た方がいいよ。さっき今日ちょっとだから全員俺以外終わったら、サンチャイのツタヤ行ってさ、朝までやってるやん、こう、はい、全巻買って読めよ。マジで読まない。そう、コミックスから入る。コミックスから入って映画見たら完璧やって言うから。へぇ、剣道でしたっけ、なぎなた。なぎなた弓矢みたいな。全然違う。それは弓道でしょ。棒長槍みたいな。なぎなた知らん、ゲルググ、ゲルググのやつやん。棒の先に剣がついてる。ゲルググ。ゲルググがビームなぎなたやん。え、わかんない。仕方ないな、見せるわ。あんまり詳しくはわかんないから。あ、それなんだ。これこれ。うん。へぇ、これ持って移動してるのはたまに見るよね、女子でね。うん。これこれこれ、そうそうそう。長いね。あ、先に本当はあの歯がついてんのよ。本当なぎなたっちのは。へぇ、でも今も剣道と同じくこうね、もう市内みたいな作りにして。そこから先しか当たり判定がないんですよね。そうそうそう、斬新が大事よ。斬新ね。斬新が大事。あの、心を残すやつですね。さすがやね。俺剣道をこの間番組で習って、斬新ね、斬新が大事やから。わかる、斬新。わかんないです。ええ、斬新も知らんの。知らない、知らない。だから、まあ剣道は見たことあるでしょ、なんかで。まあ空手でも、はいはい、空手も斬新が必要なの。斬新、これ日本の武道だけぐらいかな、斬新がいるっていうのは。なんだ、技決めて、技決めて、まあ空手でもバーン決めて、そのまま自分がグワッと倒れ込むぐらい殴ったりしたり、そのままパンチの勢いで体勢崩れたら、あのカウントというかポイント入らへん。一本にね、しっかりバシッと技決めて、スタッとこう戻して、こう心を残すっていうね。へー、それが斬新。斬新。へぇ、コンスポーツじゃないですね。それないね、武道だけ。武道だけやね。その映画はそういうなぎなたのシーンも出てくるわけでしょ。もちろんなぎなたのシーン半分ぐらいあるよ。でも言っても素人の子らがやって、なんかちょっと変だなとかっていうのもないぐらいやってるってことですか。いや、もちろんね、だから原作通り、あの、これちょっと見てもらえるかな。はい、あ、私でも強くなれますかというね、このキャッチコピーがあります。ああ、はい、じゃあ最初弱いんですね。高校1年生、元美術部、運動音痴、こんな私でも先輩みたいに強くなれますか。ああ、うん、こういう物語なのよ、要は。うん、だからね、ちょうどよかった。あ、これから成長していく。今回はもうあくまで1年生の話ですね。あ、じゃあまだ途中で終わったってことですか。そうよ、物語は今だってもう全国大会の方で行ってるからね。連載中のやつは。ああ、そっか、まだ続いてるやつだから。じゃあ第2作3作って映画続きそう。いや、あの、これで終わってもいいぐらいの1作品としてもよくできた作品でしたよ。もう途中までで完結として話が面白かったってことですか。続けてもよし。これやばいじゃん。なんか AKB でもなんかの漫画を原作でやった方がいいんじゃない。できそうなないですか。あるよ。ありますか。ありますか。うん、陳勇気とか。陳勇気もやってましたよ。陳勇気もう一回あったよね。鬼ヶ島のね。鬼ヶ島の岡原くんが脚本を書いて。やったね。なんか、うんっていう感じだった。まあまあまあ、原作通りにやるの難しいと思う。あれは難しいよね、顔とかね。AKB の子たちで漫画の絵がね、女の子がいっぱい出てこなあかんわな。まあそうですね。なんやろ、ハレンチ学園かな。ハレンチ学園でもいいと思う。何回も、何回も多分実写化されてるよ。ああ、そうなの。やっぱするもの、そう。あの、スカートめくりが流行った漫画。これで流行ったの。あ、元になった。そう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 。いや、そう、もっとそういう、私も強くなれますかみたいな。青春ストーリー。青春ストーリーの漫画ってもう、男子のが多いですもんね。大体ね。野球とか。でもこれ、あの、少女漫画ちゃうからね、青年誌に載ってる漫画やから。女子サッカーの漫画とかないんですか。あ、サッカー。サッカーもやってるでしょ。まあ、3歳から5歳です。え、全然。その期間やろうかな。3歳から18歳ってすごいけど。3歳から5歳。覚えてもないやろ。大会とか出てましたよ。
そっか難しいねそれはね難しいですね、いいなじゃあ見ようかな見た方がいいよ、うん歯ぎしりすると思うけどライバルでしょ、ライバルね一応そうですよ公式ライバルっていうクソかって言うと思うよ言わないエンディングテーマかかった時にクソが歯ぎしりしてそれぐらいね俺悔しいと思うわ同じアイドルというジャンルで見てしまったらこんな作品に巡り合いたいと思うかもしれないそっかな気になるうん、あごめんもうちょっと早めに今の話止めればよかったなしっかり見に行っちゃった、ね、伝わっちゃったからよ一線声かけましたよ私も本当にそんなに一線声かけるわけないそこなんで映画見て一線声勝手にいやもうそういう気持ちはあったんで一線超えたんと一緒ですあ自分の一線がそこにあるんですねそうですそうですもうあわよくばという下心があったのでそうやって見に行ったんですよ流行りのことは頑張った一線超えたのと一緒ですわ、もう私が 100% 悪いですいいですねそうでしたか。ほんまやな、なんかあったらいいのにな。そうですよ。映画出たことないですもん。え、嘘やろ。映画に。AKB ではやってるでしょ。なんか。入る前にやってましたけどね。ホラーの映画とか、みんな AKB でとかやってましたけど。あ、ホラーね。ホラーでもアイドルの登竜門だもんね。昔からね。そうやね。確かにね。個人的には入ってから AKB で映画とかやってない。もっとでもなんかこう青春がいいね。やっぱ青春がね。え、そうですね。しかもね、これは多少の恋愛要素もちろんあんねんけど、うん、女の子が主役やから、うん、ファンがね怒らないぐらいの恋愛、うん、もうほんのちょっと、ね、もう塩コショウぐらいねスパイス的なそう恋愛要素なんてそれがいいのよまたもうそこが好きなんやけど俺もこの漫画あ、うん、大したことないねん全然全然大したことないねん恋愛がメインじゃない、ね、メインじゃないどころかこうなんちゅうのやっぱこうやっぱドキドキすることはあんねんけど、うん、やっぱちょっとどっか気になってる男の子がいてあれぐらいですか、ね、キャプテン翼ぐらいですか、うん、あれより薄いですえサナエちゃんあれより薄いよあれより薄くできますよお前だってお前もうほぼないじゃないですかあれキャプテン翼はもうほんとちょろっと出てきていやいやあれより全然薄いあれ結構あるよあるよですかあれあるよハヤブサシュートの松山君の白い鉢巻きにも I love you って白い糸って言ってたりしたやんゆるいでしょあれきついやろきつくないです白い鉢巻きに白い糸で I love you って塗ってんねんできつい重たいねあれやめてほしかったもん俺はあれやっぱスポーツの世界にそれを持ち込むのな他の学校全国大会みんな恋愛捨ててやってんのにな振り切ってやってんのに鉢巻きに I love you ってまあ、松山君負けるときその鉢巻きパッと取れんのよ。さって落ちたときにこの白いとかキラッと光って「I love you」って。あれほぼそうやんか最初はずっと学ラン来てさ「そうですよ」ってやってたのに、ねまあはい、中学へ上がったら急にロングスカート履き出して翼君みたいな。綺麗になる。いけ翼って言ったのが翼くん。それがいいね。あれいじられる。そうそうそう。あれはやめてほしかった。俺は。最終回だってまず最初の最終回結婚式やで。そうでしたっけ。そうや。全員集合写真で児童とかも参加してねえからね。いいじゃないですか。参加しそうだもん。いや森崎くんが参加してないで事件があったのよこれ。森崎くんまた引っ越したんじゃないの。じゃあまあ作者に聞いたら書き忘れやったらしいね。森崎引っ越さないから。森崎だから。あ美咲だ。うん。森崎は違うか。そうやななんかまあ AKB な。最近まあ探しとくわ俺が探したところで何も動かへん何も動かへんと思ってあ、前な柏木さんが提案したいねんなそれ聞いてそうですよこういうのがあるんですけどどうですかねどうですかってうんちょっと探してくださいぜひ俺の好きな漫画で喧嘩家業っていう感じそれどうあれそれなんかそれ何回か出てきてますね何度か聞いてる気がするそうそうそう両耳掴んで親指目に突っ込んで後頭部打ちつけてヤンキー系は得意ですかあヤンキードラマだもんねドラマ全然ヤンキーじゃないよじゃないですかあんなレベルじゃなくてあんなレベルじゃないそうヤンキーとかの介在する世界じゃないから金玉潰したり指でプチって潰すやつやから全然ダメです全然ダメですそれ柏木さんがやったらいいと思うよ金玉潰す
違う。あとすっごいマゾのやつとかね、格闘家で、はい、うん、そう、相手に殴られながら射精しまくるっていうやつ。マゾやから。全然違う。どこが青春なんですか。青春よ。歪んだ青春。歪んだ青春か。難しいね。ないんだね。ジャストフィットするのがね。そう、俺はあんまり女の子漫画やばいからね。だからこれたまたま青年者から読んでるわけで。少女漫画でないの、そういうの。少女漫画で女子だけの。昔ナナとかさ、あったじゃん。ナナね。大好きですよ、ナナ。ナナ大好き。大好き。中島美嘉さんがやったやつね。そうですね。誰かがやったやつ。少女漫画ももう大体最近女の子一人、男の子一人とか。女一人男二人みたいなのが多い。女集団の、女集団ってあれやけど、女集団のあんまり女性社会のね、自然となんか結構アリエが増えてきました。なんか30代ぐらいの結構結婚できないとかそういう話が多い。少女漫画もそういうのもそう、世の中に荒らしてね、確かに読んでて面白いって思った。タラレバとか、そうそうそう、タラレバ、そういうことになってるのか。リアルなものが、そう、リアルな、あんまりなんかザ青春みたいなの見かけない気がする。これザ青春な、今日寄ってよ、さんちゃんの伝え。だいぶ遅なるけど、今日確かに今日かなり朝方になったよ。今日だいぶ遅なるけど、今日読み出したらだいぶ遅くなっちゃう。明日せめてタイガースが勝てればよかったけど、だいぶ遅くなるから。じゃあ宛先の方いきますか。はい、あっぱれあってます。水曜日では私たち出演者へのメッセージや各コーナーへのお便り、そして私柏木由紀と筧美和子に生放送中に対決してほしいテーマを募集します。頭を使った対決、体を使った対決、特技を披露する対決、何でも構いません。この後ゆきりん vs 美和子の思いっきり生バトルのコーナーで実際に対決したいと思います。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれあってます水曜日、メールはやるすい @mbs1179.com まで。はい、で乃木坂さんの曲ですかね。違います。違います。あんだけ新色されてる。違います。すげえ怖い、見たことないから怖い。違います。うちの新曲持ってきたんで。え、来ました。 AKB の新曲持ってきた。 AKB 大先生、 AKB 大先生の、はい、そう、選抜総選挙で選ばれた16人が当たってる。じゃあ出てない出てない出てないんかい。出てないんですけど、はい、怖くないですんで今回。あ、怖は本当に、ね、夏らしい曲になってます。聴いてください、うん、AKB48 でハッシュタグ好きなんだ。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空、ハッシュタグ好きなんだ。ケンドーコバヤシが AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。この番組は遊び、癒し、宿泊の総合リゾート長島温泉、長島リゾートの提供でお送りします。お便りやってます。このコーナーはボックスから引いたリスナーからのお便りでおしゃべりするコーナーです。筧さんお願いします。はい、はい、いっぱい入ってた。え、悩んだ。ラジオネーム、え、何でもない、入った。さぬきのしんちゃんからです。はい、あっぱれ水曜日の皆さん、こんばんは。こんばんは。田中さんやケンコバさん、柏木さんはテレビでモノマネされてるのをよく見るのですが、うん、最初見た時自分のモノマネをされるのはどんな気持ちでしたか。自分でも似てるなと思いましたか。お、似てると思ったことは未だにないね。でも後輩とかやったりしません。後輩でしたっけ、誰がやるんでしたっけ。一番やるの原口かな。さんやるか。確かに。でも多分、うん、周りの反応見たら似てんのかなって思うけど、自分で聞こえてる声ってな、やっぱ違うよ。確かにね、うん、違いますけど、いや、あの原口さんのやっぱケンコバさんのは似てますよ、うん、似てる。あれは言いそうなこととかもすごい。ただまだセンテンスが難しい、短いかなっていう感じです、うん、もっともっと深くやられたらもう、ああもう完全にみたいな感じ、うん、でも似てますあれは。
似てる、はい、関根さんの田中はやばね、関根さんがやってくる俺全然似てないのやばねっていつも廊下で会うとやってくるけど俺やった時も正気ですかって関根さん絶対すれ違いざまに言う関根さん絶対やりますよね絶対やってくれるね嬉しいけど、うん、嬉しい、いや見てくれてんねやって言うだけで嬉しいもんな関根さんみたいな。実際俺に似てるのはやっぱデルピエロの山口っていうやつが、めっちゃ似てた、俺の姿も似てるやつがいて、あいつは堀さん、それまで堀さんがずっとやってたんですよ、3回目とか、ね、3回目ってこうやって、それはもうやっぱりもうデフォルメした俺だったんですけど、デルピエロの山口がもう完全に俺の動きと声も合わせて、もうなんかあちょっとえ、山根がいないとか、うん、そんなコントのセリフとかも引用し始めて、山根ってやり始めて、うん、あ、もうこいつはほぼ俺だなって最近。元が近いしね。うん。うん、もうすんげえ似てます、俺は。柏木さん、誰にモノマネされるの？私は、メンバーにモノマネめっちゃされますね。ライブの MC とかのメンバーモノマネとかで、うん、一番はサッシーが私のダンスを、うんまあ、すごい持ってやるみたいなのは、でもみんなファンもメンバーもめっちゃ似てるっていうことも似てる、うんうんうん、私はもう全部指原の顔似てる子おるやん、はい、あ女性芸人で、はいはいはい、AKB のモノマネユニットで出てくる、あうん、その子と別のとこで仕事してんけど、はい、その子なんかサッカー選手と 4P とかする子やねんな。いやびっくりした俺も。なんすかそれ。プロサッカー選手と 4P したことありますみたいな、そういうエピソード喋ってきてもう。ひっくり返ってもね。知らない。芸人の女の子。そう。そうじゃあ、じゃあ鍋プロちゃうか。ナメプラそんな人も結構あんま嫌がると思うけどね。ナメプラもそういうのね、なんだろう、そんな優しい子なんだ 4P とか。いや、こんなに優しい、いい子よね。いや、いい子だよ、あるよ、そんな質が悪いんじゃないの。いや、質は良くないかもしれないけど、優しいじゃん、そんな 4P してくれるなんて、認めてくれるなんて、ね、これはわかる。田中に出ることはすごくわかる。俺は相当優しくない。そんなの今コーナー変わってきた。優してくれないからね。いや、そうじゃない。できないでしょ、大概の人が。それを優しいというみなすかはちょっと、うん、あのユニットには柏木さんのおらんかった。いますいますいます。いた。最近その顔の一致度が何パーセントみたいなのやってて、私多分90ぐらいだったんですよ。へー。でもやっぱ私は似てないと思うんですけど、うん、でも世間と数字が90だし、あの時が多分似てるんでしょうね。だって眉の子なんか、ちょっと近くに子ね。太いね。太い眉。笑ってまうもんね。そう、何人か。私は結構ガチで似てる感じの子が。ガチで似てる系の子やね。いるいるいる。いますよね。AKB はまあ、いますよ。まあ気持ち的には嬉しいですよね。嬉しいですけどね。出てきてくれた方が。モノマネってね、成立、知らん、その人知らないと成立しないと思うと、嬉しいなと思う、ね。ショーパブとか行ったらおるしね、俺も。ケンコバさん、おるおる、な、2、3人おったかな、保健道みたいな人がですね、なんか、そう、でもなんか俺そんなん着たことないよって、変態って書いた T シャツとか着たことないですよ間違えてる、わかりやすくね、そうやってくれてるんやろうけど、だからちょっと思うのは、俺デルピエロの山口くんとかやってくれるのは嬉しいんだけど、デルピエロの山口の持ちネタって俺しかないんですよ、普通のモノマネ。不安になるね、それ。そう、そいつがいろいろやって欲しいなと思うんです。いろいろチャレンジはしてるよ、あまりにも。そう、いろいろチャレンジしてんだけど、それで合格せずに、結局毎回田中でモノマネ番組出てる。そうそうそう、だからあいつとか不安になるもんね、やっぱあの修造のやつとか。ああそうそうそう、芸名修造なってんやったっけ、あいつ。そうそう、だゆうたろうさんとかも。ゆうたろうさんね、一本じゃないですか。あとあの加藤さんのモノマネする、極楽の加藤さんのモノマネする、なんちゃってたかな、いますね、極楽の加藤さん、うん、そういうのを見ると、うん、いやちょっといろいろでき、そいつのもうなんか、ね、背負ってる感じするから、背負ってる俺だけじゃきついぞって、なんか言う
石原裕次郎さんのゆうたろうさんだったらもっとビッグだから、うん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 、言うけど俺だけ一本ってちょっとわかるそこまで考える、まあ、そうそうなんか物足りない感じするから、うん、もっとなんかドンみたいな、まあ、モノマネ芸人じゃないからねあいつはね。そうなんですよ、コンビで芸人やってるんですけど、うんうん、あいつとか今ちょっと心配やもんね、あの野沢雅子さんのアイデンティティのね、アイデンティティも野沢雅子さんとして出てるやんあいつそうです、あいつの顔知らんもん俺いや普段の顔がまた全然違うから俺全然違う、でも普段の顔知らんもん俺知らないでしょ、うん、でも野沢雅子さんがじゃあもうドラゴンボール引退しますって言った時は、うん、あいつがなる可能性ありますね、クリカンさんパターンで絶対なりますよね、相当うまいですもんね、うまい、まあ、あの相方のやつがなこう似てないベジータとかやるのまたちょっと笑っちゃう , 笑っちゃうやからねそうですそうです、うん、心配やな確かにその一芸なんてのな、うん、一芸すぎるの、うん、一芸が俺っていう物足りない RG も最近ほぼ細川たかしさんになってるからちょっと心配してる髪型とかもねそうそうそうお墨付きいただいちゃったから、ああ着物とかいただいたからさ、ね、あなかなか他のでけんようになってんちゃうかな思って AB 像とかね、そうそうそう AB 像確かにな、でもいろいろチャレンジするんでしょうね、あの松本さんのモノマネする、うん、あのなんていうんだったっけ JP っていうのがいて、JP ね、だからいろんなのチャレンジしようと思って、うん、田中をやるやつがいるから、うん、僕をやってくれたんですけど、うん、僕が全然似てないんですよ、うんうん、なんかもうやってもらってるのも申し訳ないし、うんうん、もうなんか評価下げそうだからやめてほしいんですよねそれわかる、でも それが一番面白いもんな、やっぱりあの原口のさんまさんとコージーさんのタモリさんの絡みめちゃくちゃ面白いもんね、コージーさんのしんすけさんのやつとか ああいう形になりゃいいんだけど、それぞれでやってる人がこ う出会うのおもろいもんな、だから俺の特徴がないからいけないのかなとか山根のままにする人確かにもういない、その人 JP がもう最初チャレンジしてもうやってないですから、だから無理なの、山根のモノマネでする人は難しいのかな、難しいね、確かに山根のモノマネ難しいと思う、かっけーさんもあるないですないです、かっけーさんとかだからあの眉毛パターンで出てきてるしね、ちっちゃい四角い子逆マンション、うん、でもおっぱいは1メートルぐらいあるみたいなそんな子出てきてほしいね、どうしたらモノマネされるんですか、なんかまあ例えば、キャッチコピーがバシッと決まってる CM とか出るとか、吉高さんとかみたいな、そうそうそう的なとかなったら誰か始めるかもしれんしね、うん、そういうのがあれば ね確かにみんなが、分かる、俺も一時柏木さんのモノマネよくしてたし、え一時よくやってたよ、どうそんなモノマネするようなの、何回見せたよ、口癖とかもあるの、特徴あった、いや CM のバシッとしたやつをずっともう、あ、おやこれおやですみたいな、おやおやです、全然違うんですよ、え、どうですか、みんながそれぞれの地方の言葉で、ね、おはようさんとかあおはようとか言ってくる、おやでごわーす、鹿児島さんから、おはようごわーす、モーニングショットね、そう、モーニングワンダモーニングショット、全然似てない、全然違いますよ、正式なやってよ、正式はおはようごわーす、ああそう全然違うな、全然違うわ、うん、あったそうだ、それも確かに CM のワンフレーズ、そうそう CM のワンフレーズ、言葉とかがあればそうですね、でそういうのに出るしかないね、うん、そうですね、されたい、されてみたい、ね、テレサウスの名言みたいなのないの、そう、私が出した名言みたいな、うん、なんかもうね濃い人がいすぎて、結構テラスハウスのモノマネしてる人いたんですよ、うん、あだけどねあんまされなかった気がするな、テラスハウス俺そのしっかり見てなかったから改めて聞きたいんやけど、かけえさんは何告ったの、告られた、告った告られたはどれぐらいあったの、告って振られました、うんでそのパイオツを持ってして振られました、ゲーやったのか相手は、
ゲイ？でかい声で言い直さないでよっていうわけでなし。じゃなかった、ね、理由は何で振られたの？理由は、うん、なんか妹みたいみたいな、そんな感じだったと思います。シャラクセーこと言う男だよな。違うな、違う違う違う、そんなシャラクセーやつ。あー違う、なんか、うん、なんて言ってたかな、ちょっと記憶が乏しい、記憶が乏しいんですけど、でも、まあ友達としてみたいな感じだったと思う。告られはしなかったの、誰かに？告られはしなかったです。しなかった。なんかデートに意外とモテないのか、うん、の中では特に何もなく過ごしてたんじゃなかったの？全然全然、生まれてこの方、うん、そうですよ、全然告白されない、本当ない。なんでだろうね、なんか告白してんのに気づいてないんじゃないの、なんかぼーっとしてるからさ急に山根から、まあ、でも山根から言われて相当よ。友達にも言われたことあります、うん、なんかその男性がちょっとアピールしてても気づかなすぎだよみたいな、うん、あ一番罪な女やね。そっか、だから知らず知らずものすごい傷ついてる男がおる可能性あるもんね。うん、うん、でもなんか気をつけようって思いました。昔は全然なんていうの、別になんかそんなことないよみたいな感じだったんですけど、うん、なんか最近はちょっとちゃんとこう、そろそろチャンス逃してる可能性もあんねんから、すげえいいやつかもしれんやん。そう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 、確かにらしい。ところで柏木さん、恋愛禁止ですけど、どれぐらい告られたの？何そ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 告白はないです。ない、告られは、うん、告られもないないか。やっぱわざわざやっぱここ来ないですよね。来ない。うん、でも人生の中でないの？人生であるし、中学生から入ってるし、中学生の時はもうほんと、柏木さんみたいな、その多分覚えてないと思う、中学生の頃とか。存在感がない、もう全くなかった本当に。小学生の時は、あ、小学生の時はちょっと生きがってました。生きがってた、小学生で生きがってた。なんかでも確かに指原に言われてたもんね。なんて言って、いや、こんなブスがアイドルにいるって、みたいな、そういうことで、地味な子か。そう、なんか、あ、そうそうそう、こんな地味なんでアイドルなれるんだって指原は最初思った、みたいな。へぇ、だからやっぱ、結構 AKB はわりかし多いですよ、そういうなんかネクラっぽい感じで。もちろんサッシーもそうだったし、私もそうだし、入る前もないですね、入ってからも。だってわざわざ来ないし。確かに AKB を口説きに行くっていうのはもうなんか愚かしいもんな。問題になるに決まってるし、そうね、いい恋愛できるわけがないよ、そんな囚人監視のもと。私がどうだったら、もっとだって女優さんモデルさんであんなに可愛くて綺麗な人がいて、別にみんな恋愛禁止じゃないんだったら、そりゃそっち行きますよ。そりゃそっち行きますよ。田中も案外そういう理由なのかもよ。ああ、はいはいはい、どういう理由？一瞬分かってるの感じたけど、はいはいはい、恋愛禁止じゃないよ恋愛、いやいや、だから俺に行くよりはみたいなことになっちゃってる。そうだ、行ったらもしかしたら、はい、OK もらえるかもしれんけど、うん、いろいろ大変やろなみたいな。ああ、なるほどね、うん、この気持ち悪い、うん、って言われてる人と付き合ったら、うん、めんどくさいって、世間からの目で、周りからあんた何考えてんのとか言われたり、ああ、感覚疑われると思う。それは絶対聞かれますからね。どうって、何？わりかし近い友達に、うん、なんか説教されたりとか。ああ、まあ実際俺なんか今まで感じ結構あったらしいからね。へえ、そうなんですか。うん、大丈夫なのとか、そう、ケンコバさんでみたいな、性病検査行きなさいよあんたみたいな言われたとか。やばいな。やばいよ。うん、じゃあどうすればいいんですか、俺。いや、もう無理よ、諦めろよ。お前何可能性を求めてんの？いやいや、可能性はいいでしょ。ねえ。なくないよね。おめえに可能性はねえ。顔面みたいな。顔面だよ。可能性あるよ、俺。どこにあんねん。いや、だって、うん、それを、気持ち悪いっていうのを、うんうん、あ、だから、
気持ち悪いっていう印象を、うんうん、もうちょっとギャグにしたいよね。いやギャグを本気に取るじゃないですか、世間の人。まあ、まあ、それはちょっと確かにあるね、うんうんうん、それはどうしたらギャグと思われないぐらいのこうあれがあるからじゃないの、うん、クオリティでやってるから。この人普段は違うんやろなって空気がないやん、うん、はい、うん、普段違うに決まってんじゃん、そんなのさ、うん、女の人にウェーってこう行くとかしてたらそれ捕まるじゃん、普段テレビのカメラ回ってるからやってるに決まってるじゃん。確かに、まあね、このラジオで気づいたけど、普段何してるか言ったらソファーの上で三角座りだけしてもなそうよ、うん、いい子に始まるまでじーっとしてる、じーっとしてあんなの彼女できへんよ、ソファーで三角座りじーっとしてピクリとも動かない男そうそう、うん、それで始まったらこうやって、うん、ゆきりんみたいな、うん、アンガールズ田中です、やって、うん、始まる前全然喋れないですよね、別に別に確かにそういう人間だっていうことを分かってほしいけど伝わらないんだよね。じーっとしてたらじゃあテレビ出ていやいや、分かんじゃないよ追い返されるわ、何してんのもう諦めてた方がいいよ。もう俺も諦めてるし。え、健康は諦めたの？諦めてるからなんかこうポンと来た時嬉しいやん。ああ、うん、そう。そうそうそう。だからもうガツガツせんとこうと思って。諦めながら生きようと思ってな。いい言葉言いますね。うん、諦めながら生きよう。うん、死なないよ。諦めながら生きよう。期待しない。期待したら辛いですもんね。そうそうそう、自分の人生に。でも死なねえぞっていうね、諦めながら、うん、生きてやるっていうことで生きる、ちょっと大丈夫ですか？いやそういう、ね、心が正直田中と俺はねもうそんな状態なのよ本当にえちょっと打ちのめされてきてんねん。見ていただきたいのがあります。お、韓国ドラマなんですけど何急に急に俺らがそんなカウンセラーみたいなドラマぐらいでなんか変わらないわけないだろ。俺らが見ても社会が変わらなきゃ。いやそうだよ、お盆中に見ていて、大人のヒーリングラブストーリーっていう長いねのテーマなんですよ、ね、タイトルは大丈夫愛だっていう、大丈夫愛だ、かけいちゃんも大丈夫なの、そんなに大丈夫じゃなかったんすごい癒されるんで、おそういうちょっと今閉じこもっちゃってるじゃないですか。あ2人が、ね、大丈夫愛だざっくり言ってどういう話、ざっくり教えて、ざっくり言うと、その主人公も、うん、その男性も、うん、2人とも結構過去にトラウマがあって、うん、まあ心の病みたいな、うんうん、じゃあ恋に進めないんだ、はい、そう進めないんですよ、うん、女性の方なんかは、うん、もうなんかキスをしようとすると、うん、もう体にジンマシンで、そうジンマシンとか汗が出てくるみたいなとか、うん、そうそう、なんかこう踏み出せない人たちの話なんですけど、うん、それをこう人との関わり合いでなこれそれが治っていくというそんなぐらいで治る、それ見てもな、そうそう俺らの周りが見てくれないと、それそうそう、すごいいい話、とにかく見てほしいみんなが見た方がいい、うん、そうなんです。例えばどういうことを、はい、が起きて一個だけ、はい、その人の考えが変わるの、例えばどういうことが起きて、例えば犬がみたいな、うん、犬がトラックの前に走っていって、うん、僕は死にませんっていうぐらい命かけれるんだとかっていうのを見て、あ私にそんなにかけてくれる人がいるんだみたいなのを感じたりとか、そうだな、1個だけ、うん、1個だけ、でも、うん、その、あでもこれ言っちゃうとバレちゃうな、うん、だから、じゃあその女性の方、女性の方の、うん、病は、だから男性と旅行に行こうってなっても、うん、もう絶対手出さないでねみたいな感じなんですよ、うん、でも約束みたいな、でも行くの、はい、うん、で行くんですよ、でキスされて怒ったりしてるんですよ、すごい喧嘩になったりする、狂ってるなそれそれぐらいもうなんて言うんですか、閉ざしちゃってるんですよ恋愛に対して、うんうん、なんですけど、うん、なんでだっけなんでだっけ何それなんでだっけな、最近見たんでしょ、
めっちゃ最近です。お盆でもつい何日間かでバーって見て、いやちょっとそれなんで踏み込めたかわかんないですけど、徐々に何も出せないんですけど、ちょっと変わっていったんだ。そうそうそう、気持ちが変わっていって旅行中に、でまあ結局そういうことになるんですけど、そういうことになるってね、本当に見てほしい。大丈夫いいドラマ、大丈夫間、大丈夫間、大丈夫間、必要な結果や、本当にちょっとうまく説明できないのが悲しい。時間の無駄になりそう。うまく説明できないのが楽しい。悲しい、悲しい、悲しいんですけど、すごいいいですよ。でも見たら踏み出せそう、積極的になったりとかするんだ。そう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 、なってきてる声に。あ、どんどん多少 なってる気がします。うん、あそう、 うん、まあでも諦めてるからな、もうな、もう諦めてるから、ちょっと溶かしてあげてよ二人。いやなんかね、本当にちょっと、キュンキュンもしますし、その本当癒されますし、でも諦めてんね俺ら。諦めてる。いや俺はもうそれだったらもう一回ケンコバさんのファミリーヒストリー見たい。何回見たの？こっちの方が頑張ろうって言ってね。もらったの？もらいました。もらった？何これ？これを焼いてきてくれ。楽しみ。もらいました。楽しみでしょうね。はい、これ相当いい作品だから、見てない全員のやつをちゃんと焼いてきてくれ。いただきました。誰が焼いてきたんですか？ベッティさん。ベッティが、家に置いてた。まあ、ありがとう。じいちゃんは喜ぶと思う。この作品、これの方が全然前向きになれる。大丈夫、前向きになれる。大丈夫。大丈夫、その後に見てくださいよ。それ見た田中も、出た俺も諦めてるから。はい、このコーナーでは僕たちにおしゃべりしてほしいお便りを募集します。宛先を加計さんお願いします。はい。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオやっぱりやってます水曜日、メールはやるせやっとマーク MBS1179.com お便りやってますの係までたくさんのお便りお待ちしています。以上、お便りやってますでした。さあ曲を聴いてください。フレデリックで悲しい嬉しい。嘘でもいいから夢を泳がせて光った。はい、皆さん、9月の16日と17日空いてます？空いてないよ。空いてないの？どうしよう。なんかあんの？いや、実は大阪市吹田市の、大阪市吹田市、大阪府吹田市の万博記念公園って知ってるかな？あの、暑いやつや。そう、そこの下の広場で。暑かったなぁ、加計さん。暑かったですね。最悪やったな。最悪。そのイベント今年もあるんですよ。最悪のイベント。演者に。暑いのよこれ。いや、お客さんも大変やん、もうあれ。来たこともない方に一度説明させていただきますけども、あっぱれやってます。俺たちごちゃ混ぜ、ごちゃ混ぜ天国、今時など、MBS ラジオの夜の番組の出演者が、大集合する公開イベント、あっぱれ俺たちごちゃ祭り万博からやってますを行います。もう本当に暑いからね、皆さん気をつけて来てほしいんですけど、出演者はあっぱれ水曜日から、クソキモ芸人アンガールズ、おー、そしてドスケベヒゲ童貞野郎ケンゾー、誰が童貞野郎、俺出んの？出ますよ、巨乳スーパー巨ガール、かけみやこちゃん。巨ガール。巨ガール。巨ガール。かけみやこちゃん。他にもよい子さん。全員言うていけよ。他にも、松竹クソ芸人。何しろばや。松竹クソ芸人のよい子さん。そしてドランクドラゴンの、メガネクソキモ最低人間。鈴木さん、当たってる、顔でかグラビアアイドル、ハゲクソドスケベ我が家ズボックだ、イケメン赤髪金髪だったコンビロンドンブーツ、いつの話ニューヨーク、イケメンイケメン恋顔コンビ、そんなイケメンイケメンじゃないよ別に。
そしてホニャホニャしゃべり吉木里さん、ホニャホニャしゃべりね、巨乳日焼け娘ちゃんめっちゃあるんですけど、まだまだ言いますね、まだあるよ、次長課長の次長課長です。二人イケメンと、あ、タンメンの先ほど出ましたタンメンの次長課長、もがもうすぐやめます。もがみもが。グループをね、もうやめたか。もうやめた？うん。ハゲ隠しつるったげ、バイキング。ハゲ隠しつるったげ。ハゲ隠してるから。なるほど。バイキング小峠。うん。クソゼブ松竹 TKO 木本さん痩せてるよ、ほんとだ、木本さんは痩せてます。歯が狭いってどんな子だったっけ、あの自分でおっぱい揉める子、自分でおっぱい揉める、全員揉める、じゃあ、あの首の後ろから手回して揉んで、あの太もてみたいにおっぱい揉める、めちゃくちゃやらしい子よ。どういうこと、だからその手を交差して後ろから回して、はい、前に出すって、こうおっぱい揉む、無理、男に揉まれてるみたいに、できそう、お、お、頑張れ、やって、今ちょっとできそうなんですか、わー、揉め、今の揉め、パンチぐらいしかできない、あー、揉め、すごい、すごい、かけさん、かけさん、こんだけあったら、え？全然届かない、耳だよ、片手だけいってみて、それグッと、片手をめっちゃ押す、にょ。あれ届かない。ちょっと肩外れるかもしれない。俺いける？山根。ああもう山根揉んでる。手がめっちゃ長い。山根揉んでる。気持ち悪い。バカ。ができる。やってもらう。当日やってもらう。当日やってもらいます。ちょっと興奮するからみたいな。博士前で自分地もみガール。地もみガール。スーパー。グラビア、足長、朝日奈彩、褒めてばっかりじゃん、なんか、平成のぶしこぶし、ギャンブル狂い、北国育ち、それ両方吉村だ、あ、得意はそっか、ギャンブルか、そしてスーパーアイドルグループ、私立恵比寿中学、ゆきりんが気分が悪くなる、人気がありすぎて、人気がありすぎてタジタジ、私立恵比寿中学、アジハヤ男は負けそう、人類最強とかじゃない、足が速いんだけど、クソブソ女、大久保佳代子、大久保佳代子、LOL ってこれどうなんだっけ、歌手のグループだよ、男女の男女アイドルグループ、アイドルなの、アーティスト、アーティスト、ボーカル、豪華ユニット、ボーカルユニット、ボーカルユニット、 LOL、 そしてコントのトライアングル、ジャンプからバケット、普通のキャットベッドが連日登場します。誰が来るか分からないから、めちゃくちゃ出ますけども、2日に分けて、半分半分で出ますので、詳しくは9月16日と17日に万博へ、打ち合わせはもうカットできますので、詳しくはホームページで発表していきますので、9月16日17日は万博へゴー。アンガールズ田中です。山根です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。さあお便りが来ております。ほいほい、佐賀県直腸三重市ポリープでき放題さんからです。やるすいメンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。ここ最近田中さんがものすごく力説されていた小葉さんのファミリーヒストリーがどうしても見たくなり、録画してる人を探しました。うん、スプーンの話やワニの話、おばあちゃん家に行くためお金を貯めてたけど、お姉ちゃんのバドミントンの羽をなくしたせいでお金を取られた話を見て感動して涙を流していました。しかし隣で一緒に見ていた女が、なんで泣いてんの、どこで感動したのと聞いてきたのです。田中さん、こいつは質の悪い女ですよね。質の悪い女だね。なんでわかんないかな。
とちょっと全部見た、知らない話が一個出てたんだけど、うん、おばあちゃん家に行くための話は俺ら聞いてないよ。これはね、うん、おばあちゃんにお手紙をね、うん、ケンコバさん出してたんですよ。出してたみたい。ちっちゃい頃、もちろん覚えてないけどね。で、まあ内容が、うん、内容、まあちょっとか、おばあちゃんいつもありがとうって普通は書くんだけど、ケンコバ少年はもう、お手紙に何書いていいか分かんないから、うん、とにかく、うん、なんか今最近起こったこと書こうと思って。多分俺の読みではね、はい、もちろん覚えてないけど、はい、あこういう精神状態で書いてんやろなっていうのは、おばあちゃんに会うためにお金貯めたけど、うん、まあ、もう多分本当にあ、ほんまにあったと思うね。姉ちゃんのバドミントンの羽なくしてもうて、弁償せえ言われて、払ったことあると思うね、多分、はい。でもそれをばあちゃんに伝えて、うん、小遣いせびりとして。そういうことだった。多分そうちゃんかなと思う。ちっちゃい時の自分のあれで行くと。じゃあ泣く話これはそうだよ。ここはそう。かわいそうにって、なんか小遣いくれる可能性があるかなと思ったんちゃうかな。確かにね、まあそういうの。覚えてないけど、多分そんなことやと思うね。お小遣いも。それよりも、だからワニの話でしょ、ワニの学芸会でみんなが立って演技するのに一人だけ地べたを俳句で配って何回言うのよ、ワニを分かんない、みんな見んでも大丈夫よ。お母さんがなんであんな俳句すんのって言ったら、いやみんなやりたくないから俺がやんねん。高級もんでしょこれ。これはいい話。これを見てどこで泣くねんって言ったんでしょ。ありえないよ。ありえない。絶対泣けるからそこのシーン。ね、でお父さんがなかなかええ考え持ってるなあってその時思ったって言うのよ、子供が。それでもそれのお父さんのコメントにも、ああそうだよなんてグッときて。あ、いい家族だなってそこで本当になるの。涙自然と出てるはずよ。もう多分この3人は、うん、もう今見ても、うん、びっくりともしない。お前全部知っちゃった。言ってたな。でもそのシベリアの奥地で、うん、大きいスプーンの話で、大きいスプーンの話は、もう何回聞いたことか。イメージカットとか、うん、そこの、うん、生活の厳しさとかを表す写真とか出るから、それ見て、やったら全然違うと思う。ラッキョ救ってんでしょ、今。そのスプーンで今は、落ち葉で言うなよ、お前。瓶からラッキョを出すのに使ってんの。だからそれは別に、知ってても全然感動できるから。じゃあ絶対泣けるのね、これ。いや、もう泣けないよ。だいたい中身言うてるもん。泣く。なんだったら音楽もかかってくるから、いい音楽。そう、音楽で泣いてるってこと。音楽って結構涙を煽りますもんね。だから、絶対もう一回、ね。プロフェッショナルの菅氏顔とかね。そう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 。いいよね、あれ。絶対、もうファミリーヒストリーのあの曲流れるから。絶対いいよ。感想聞かしてまた。なんでお前が主導権なんで、はい、うん、最低の女だよ、そいつは。最低の女、最低の女ということでいいですね。はい、はいはい、じゃあ CM 行きましょう。 AKB48 柏木由紀が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。小葉前教授、田名前教授の爽快心です。セクシーの巨頭。このコーナーは AKB48 のゆきりんこと柏木由紀と JJ モデル筧美和子がこれから必ず訪れるであろうセクシーな場面にうまく対処するためセクシーな症状を告白してもらい、セクシーの名医小葉前先生と田名前先生の診察を受けてもらいます。小葉前先生、田名前先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初の患者さんどうぞ。はい、柏木です。お願いします。お願いします。こちらは新潟市ラジオネーム牧野目ジャパンさんからいただきました。くしゃみを我慢している時の症状です。あ、やばい、もう出そう、我慢できない、こんなところで出したら恥ずかしいし、いろんなもの撒き散らして迷惑かけちゃう。あ、でも我慢できない、ごめんなさい、私もう限界です、ここで出します。あ、ありがとうございました、柏木さん。今回担当する小葉前です。あ、よろしくお願いします。じゃあちょっと後ろ向いてお尻見せてもらいますかね。なんで出るかどうかっていうのね。小葉前さん出るかどうか、はい、僕です。田中先生ちょっと私も見せてもらっていいですか。じゃあ田中先生、
柏木さんの両手を持ってください。わかりました。こちら手を持ったらでもあんまり見えないじゃない。こちら大丈夫です。大丈夫です。こちらだとあんまり見えない。僕が見るんで。僕が見ますよね。手を持ってくださいよ。いやあなたあのサブで来てるんですから。いやいや、ね、メインで。いつもサブじゃないですか僕は。いや今回メインやらしてください。私がメインなんですから。あーやばい、こんなのが混乱してきちゃった。まあまあじゃああれなんか。煮干しの匂いがしませんか。あ、ラーメンなぎできてますよ。え、うん、ちょっと一回まで一回気分落ち着けないといけない。そうですね、はい、カルシウム取りにラーメンなぎ行きますか。はい、行きましょ う, きましょう。すみません待ってください。診察をお願いしたいんですけど。あ、そうか。はい、あいいですか。で、出しちゃったんですかこれ。そう、いや、出しますっていう、うん、で、この後どうですか。出しちゃった。うん、そうですね、我慢はしましたけど。あ、じゃあ、ぐちょぐちょですね、うん、どのぐらい飛びました、うん、距離的には。あ、でも抑えましたので。手で。はい。ええ、飛ばない。抑えたのです。でもその周りに、うん、全部は抑えれないでしょ、うん、こう、うん、いやでも両手全てほぼ抑えれたと思います。おあ、そう。手どこで吹きました、はい、その後、うん、え、手ですか、うん、いやでもそんな。え、手に擦り込んだの。はい、手に擦り込み、はい、そんなに。あ、そういうタイプもいる。そういうタイプ、擦り込みタイプね。あ、うん、女性でもそんな出ることあるんですね。うん、え、まあそうですね。尿ですかそれ。もう簡単に言うと尿です。違う、くしゃみっていう。くしゃみ、え、くしゃみ、うん、尿ですか。聞いてましたか、私の症状の話。うん、違います。いや、あの、まあ、嫌いじゃないですけど、はい、私もね、嫌いじゃない、嫌いじゃない、うん、そうですか。好きとは言いませんけども、はい、嫌いじゃない。それ飛び出ちゃったの初めてですか。あ、私結構止めれるんですよ。毎回押し込めるんだ。はい、ほとんど、うん、我慢してね。そう、練習したんです私。でもたまには解放したいでしょ、思いっきし、うんうん、まあそう、でその状況で、あの、頑張って止めるか、思い切って解放したいでしょ、たまには、うん、そう。じゃあ分かりました、私と田中善教授が寝転びますね、はい、上またかって、うん、全部さあどうぞ振りかけてくださ、うん、気分がいいと思います。あら、小葉善教授、田中善教授、総会心のお時間です。あ、じゃあ、はい、あの、お薬出しときますね。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ続いての患者さん、どうぞ。はい、お願いします。お願いします、佐賀県直腸三重視ポリープでき放題さんからです。病院で、はい、初めて井戸が通った時の症状です。井戸、これを上下に動かせばいいの、こう、え、もっと強く、こう、手でもっとキコ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 、いや、すごい、本当にいっぱい出てきた。これ飲んでみてもいい？あ、加計さんですか。はい、はじめまして、小葉善と申します。今回担当させていただきます。じゃちょっとおっぱい触ってもいいですかね。いや、それはちょっと触診をさしますんで、ちょっと私もいいですかね。おっと、はい、じゃあ、あ、わかりました、はい、あの、誰も来ないように外で見張っててくださいよ。いやいやいや、それはないでしょう。、はい、いつも見張りで。いや、いいじゃないですか。なんで見張りだけだ。いやいや、たまにはご褒美くださいよ。いや、だから、あの、後で交代しますんで。いや、それ、ま、こないだも結局それで全員、小葉善先生が見て、はい、廊下で何してたんですかって言われました。何、いやいや、みたいな。見張っててくださいよ。いや、ちょっともうこれはダメです。故郷だけ譲れません。いや、そこなんて。もう興奮してきてるんですから、こっち。おう、え、落ち着けに。なんで興奮してるの、うん、先生。ずっと。じゃあコーヒー行きます。コーヒー館行きます。コーヒー館行きます。うん、入ったらようこそコーヒー館へって言われる、はい、コーヒー館があるんで、はいはい、行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、いや、ちょっと待ってください。あ、行きます、コーヒー。いや、行かないです。はい、あの、診察なんですけど。コキコキコキと。は
はあ、はい。コキコキしたんですか。キコキコ。あ、キコキコですか。コキコ、もうコキコキに聞こえますね。キコキコって言って、言ってたら。ちょっともう一回繰り返してもらえますか。キコ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 。コキコキ言ってますね、やっぱりね。うん。まあでも、キコキコキコがコキコキに聞こえる時ありますよね。まあ反対のね、あれなんで。ちなみにその時は右手、左手。右手ですね。ああ、やっぱ利き腕。はい。結構強く握りました。それとも優しく。強く、もう力強く。力強く。そういうタイプなんですね。そんなに強くは握らない方がいいですよ。もう添えてずらすだけでもいいぐらいですか。そう。いやー、でもこれは力入れないと、うん。通らないんで。いや、それは女性のイメージではそうだと思うんですけど。そうそうそう、イメージはね、そうだと思う。うん、もう、いや、手添えるぐらいでもいいもんですよ。うん、熱かったし、でも、手のひらに置いてみたとき。熱い？うん。熱くはなかったです。熱くなかったですか。はい。どんな感じでした？触った感じや。鉄みたいな。かなりあなた強力な人と。うん、アスリートで。で、最後飲んじゃったんですね。そうですね。ごっくんした。はい。うん、はい、ごっくんしちゃったんですね。そうですね。ごっくんと飲みました。ごっくんと飲みましたか。うん、美味しかったです。美味しかったです。スケベな子だね。喉乾いてたから。ドリンク代わりに。よくわかんないですけど、喉逆に乾きませんかそれ。いやいや、潤されます。いい子ですね。三田さん、君いい子だね。小葉前教授。田中教授、総会心のお時間です。じゃあ喉乾いたらいつでも来てください、ここにね。うん、はい、はい、分かりました。待ってますんで。ありがとうございました。はい、このコーナーでは柏木由紀と筧美和子に読んでほしいセクシーな少女を募集します。宛先を筧さんお願いします。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜メールはやりすいアットマーク MBS1179.com セクシーの巨頭の係までたくさんのお便りお待ちしています。セクシーは神様じゃない、患者と同じ人間だ。以上、セクシーの巨頭でした。が AM1179 FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。ゆきりん VS みわこの思いっきり生バトル。このコーナーはリスナーの方から柏木由紀と筧美和子に対決してほしいテーマを募集し、このあっぱれ水曜日の生放送中にやってしまおうというコーナーです。そして先に5敗した方にはアンガールズ田中考案の罰ゲームを受けてもらいます。うん、現在はゆきりんが3敗、筧、うん、さんが4敗ですね。リーチ、はい、リーチです。うん、じゃあ今日の対決いきましょう。愛知県ジャビさん、夏といえば怖い話ということで、今日の生バトルでは柏木さんと筧さんの持っている怖い話を聞いてみたいです。いいね。実際に体験した怖い話、人から聞いた怖い話、うん、オリジナルの怖い話、うん、何でも OK です。うんうんうん、どっちが怖かったかケンコバさん、アンガールズさん判定してください。これは今しかできない試みやね、季節的にも。夏のね、まあどっかで聞いたことあるだろうから、全く、あー、1個や2個は聞いてるでしょ。全くない、怖い話めっちゃ苦手なんですよね。なんか聞かないしもじゃあどっちからいきますか。どっちからいきますか。あんまりいいよ、1個ぐらい。お化け見た話とかね。あ、筧さんありそうですね。うん、私ね、結構ね、お化け体験が多いんですよ。じゃあ、筧さんからいきますか。その中で怖いやつ。なんかテレビで話したことあるけど、多分皆さん知らないからいいですよ。聞きたくない。じゃあ筧さんお願いします。これは私が話しかったっていう、怖くなくなっちゃう。中学生の時の話なんですが、うん、私その時ちょっと家出してたんですね。アミ、うん、ちゃんっていう友達の家に何日間かお泊まりしていたんですね。でそのアミちゃん家はもうお屋敷のようにすごくもう昔からある大きい古い建物で、アミちゃんの部屋は1階の端っこにあって、
1階の誰も使ってないリビングとなんか謎のピアノとかが置いてある部屋を通らないとそのアミちゃんの部屋には行けないんですけど、夜アミちゃんを置いて他の友達とコンビニに行ったんですね。で戻ってきた時にアミちゃんの部屋に入ろうとそのリビングを通ってそのピアノの部屋に曲がろうとした瞬間に足をバッて掴まれて、うん、やめてよって、何ふざけてんのみたいな感じで言ったら、誰も何も言ってくれないんですね。どこどこって何やってんのまたみたいな感じで、そしたらそのもう一人の友達が、何都みたいな感じでまだ玄関で靴脱いでるんですね。でアミちゃんは部屋にいるんですね。で電気つけていろんなところ、その付近を探しても誰もいなくて、結局それは謎のままでした。いやお菓子吹かないでよ、その気持ち。リアルってそんなもんやろな。いやでも、うん、リアルってそういうもんやろな。別にちょっと怖かったよ。怖くないですか。いや確かに怖い。アミちゃんが掴んでるのかと思ってた。言い忘れたことがありました、言い忘れたことがありました、それで、でも、みんな信じてくれなかったんですね、私が掴まれたって言っても、そんなわけないじゃんって言ってたんですけど、私のその掴まれた左足見たら、ここにあの足なんか跡のなかったとこにこう親指かなんか握られた跡が、跡があったんですよ、手形。そう、でもその後にその家族、その子の家族に聞いたら、なんかおじいちゃんが結構お化けんでお化けとなって出てくることがたまにある、霊感のある人とか来ると、あ、おじいちゃんまたいるよみたいなことがあるっていうから、もしかしたら おじいちゃんの警告かもねみたいな感じだった。おじいちゃんが足を掴んでた、早家帰れよ、早家帰れっていう、そういうことだったんじゃないかっていう、うわ、それはでも一番怖かった、怖いね、そういう結構怖いよね。はい、以上です。いいよいいよ、これね、対抗できる、短くていいですけど、実体験思い出しました。思い出します。はい、7年ぐらい前に、AKB のミュージックビデオの撮影で、ちょっと田舎の方に前乗りした時に、私はあのまゆゆと同じ部屋だったんですよ、で、部屋がなんかちっちゃいホテルだったんで、その1階にもなんか部屋がある、ホテル大体2階以上、1階にも部屋があって、私とまゆゆだけが1階だったのか、周りいなくって、で入って、あの窓、ホテルにある窓あるじゃないですか、で、換気、そのなんか雰囲気、2人とも全く感じないんですけど、なんか雰囲気が嫌だなみたいなのあって、で窓を開けて、あの風通しを良くしようってなった。窓をあの開くパターン、 両方開く、手前に引くやつで開いたら、また窓みたいな、その外が二重窓みたいな、あれってなって、それもう一回開けるときに開かなくって全然、あれみたいな、ガチャ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 ってやって、こう、この開けちゃいけないみたいなやつかなみたいな、ガチャガチャガチャってバッと開けた時に、前が全部お墓、以上です。ま、立地条件なの。怖くないですか。人生で一番怖い体験、私の。それ怖い？開かない、開かないっていうのは、隠してた、その部屋だけそこが開かなくて、あ、窓じゃなかったの、それ窓、ガラスじゃなかったの、あ、ガラスじゃなくてドアにしてあって、ドアにしてあるの、1回開けてもバレないよ、結構あるね、それ。え、あるんですか、結構あるわ、1回開けてもバレないようにしてあって、もう1回もう開かないように鍵みたいになったんですけど、無理やり開けちゃって、したらブワーって全部お墓だった。あります、2階にある、初めて、1階に泊まったのも初めてだったから、びっくりしたっていう話です。びっくりした話です。可愛かったね、今。びっくり
願いします。さすがアイドル。違う違う違う。びっくりしたっていう話です。10代だ。さあ、二人の話終わりましたけども、判定しますか。じゃあ、どっちが怖かったか。どっちが怖かったか。うん。じゃあ、一斉に言います？怖かった方を言う。怖かった方を言いますか。はい。じゃあ、一斉に言いますか。はい。せーの。かけいさん。ああ、3人ともかけちゃんだ。セーフ。うん、まあ2人とも全く怖くなかった。どっちかっていうと、まだお化けが登場したかけたのが。そうだね。ちょっと喋り方変な風にしたのだけ最初気になったけど。最初はね、キャラが。あれでも全く怖くなかった。なんで雰囲気作り。普通に話してくれた方が多分結構怖くなる。あれは、あれは中学生。はい、ということで今回はかけいさんが勝利。よかった。これで、4敗同士の2人になりましたね。次は絶対決着がつきます。はい、以上思いっきり生バトルでした。剣道小林が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。はい、じゃあエンディングです。じゃあお知らせの方、柏木さんからお願いします。はい、8月30日にオープニングでもかけたハッシュタグ好きなんだ、うん、新曲が発売します。で、同じ日に関西コレクションに AKB がライブと、私は歩くやつランウェイ、ランウェイ、うん、そう、出させていただきますので、うん、時間ある方はぜひよろしくお願いします。練習してるの、ウォーキングは。え、一回もしてない。そんなある、あるよね。ないです。ないです。え、ないんだ。楽しそうに歩くだけのやつ、なんか手振ったりとか。私も初めてだから分かんない。モデルさんのなんか歩き方とかあるやん、なんか足交差さすみたいな、ショーと違うからか、またちょっと違うオーディションとか経てのはあると思うんですけど、うんうん、あ、最初からの人はない。なんてイベント、うん、だと、もう自由に、あ、また違う、手振って歩いてる人もいるし。どうしよう。すいません、なんか入れすぎたまに。かけさんは SNS で。私はそうですね、あと一緒の関西コレクション出るので、はい、全部2人揃うので。うん、そうか、なんとかバックステージ行きたいな、関西コレクションの。表から見てくれればいいじゃないですか、2人の勇姿を。いや、なんかその、うん、2人の勇姿はまあもう信頼してるから、うん、必ずで頑張ってくれると思うけど、こうバックステージでこう着替え大慌てでこう、うん、ブラジャー引っ掛けながら走ってるモデルさん見てみたいな。見たことない、うん、結構バタバタ本当にしてますよね、うん、ブラジャーでいる人は。そうやろ、俺もそういう話聞いてて、何回かそういうなんとかコレクションとかガールズアワードみたいな、うん、司会だゲストだ何回か言ってんだけど、全くないね、そんなこと。どうなってんねんと思って。着替えるところは、着替えるところみたいな。あ、そこはそうか、男子禁制か。そうですね、ちょっとおねえ気味の人がおるぐらいや。あは、うん、たまにいるか。結構おるね。おねえに見られるの平気か。曲がりました、カンコレね、はい、関西コレクション、はい、はいはいはい、ということです。最後はこのコーナーに行きましょう。かけいみわあきひろ様のコーナー。このコーナーはかけいみわ子が一番得意なみわあきひろさんのモノマネでありがたいお言葉を紹介していきます。それではお願いします。お願いします。千葉県松戸市ドッペルゲンガーさんからです。あなた、カラオケで聞いたことない合いの手入れるのやめなさい。どんなやろ。聞いたことない。続いて、うん、横浜市今頭痛が痛いさんからです、うん、あなた、雨の日は女性のワイシャツばかり見るの、ん？え？女性のワイシャツばかり見るわね。見るよ、それは見るよ。そうなんですか。恵みの雨やん、そんな。なるほど。続いて、うん、兵庫県加古川市加古川のカズゴンさんからです。あなたの深呼吸の仕方、三木亮介さんのロングブレスダイエットみたいね。まあ、まあ、大きく言えば深呼吸だね。うん、以上でございます、今日は。なるほど。今日はね、だから野球中継がちょっと延長がね、そうか、中継の延長がありましたので、はい、てっぺん超えちゃってますね。超えました、うん、信じられへんね、この後
もう一本取るって。にわかには信じがたいね。確かに。一本が一本。まあまあそういうもんですよ。そういうラジオ番組って。そう。なんかたまには昭和ヒット曲ベスト40みたいな。あやってほしい。やってほしいよね。聞きますね。そういうの聞きたいもんね。昭和の名曲。この時間いいかもしれない。やめます今度森田健作さんのさらば青春みたいなのかかってね、まず最初はさよならまだれにパパみたいなね、剣道着着て走ってくる、そう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 、わしかなってやつね、人のモノマネしか見てないからよくわからへんけど、そうですね、ということは今日我々帰るのは3時だ4時だですか。そうですね。そのレベルになります、ね。大丈夫、まだ三茶の伝え空いてるから買って帰って。なぜ三茶なんですか。遅くまで空いてる。三茶だけなんですか。最近ね閉まるとこ増えたね。そうなんですか。確かに。昔結構ね朝までやってる店多かったけど最近。まあ開けててもっていうのもあるでしょうね。まあやっぱ不況みたいなのがあるんじゃないの。直接お願いしますね。私は朝日ナグ。うち来た前回あるけど。だって結構あるでしょ、もう買うとしたら。それ20巻ぐらいあるね。まあまあ多いな。ファミリーヒストリー見るぐらいってこっち見てほしい。いや大丈夫アイガーも見てほしい。そうやな、大丈夫アイガーな。俺も三茶行くかな。ありました。ということでね、まあ今週はちょっと遅くなっちゃいましたけど、皆さん聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。来週ね、全員無事なら出たー、まただ無事ですよ、お互いね、無事で会おう、そうですね、一線を越えないようにみんな、そうですね、一線越えちゃうから、一線越えていいでしょ、二人は俺らは越えていい、いやでも、相手の方がそういう方だったら、人妻とかだったら一線を越えちゃダメです。わかりました。気をつけましょう。気をつけていきましょう。はい、というわけで、また来週会いしましょう。さよなら。さよなら。